よしよし。いやー、まさかよ。嘘だろ。暗殺によって命を落としたスタート地点に戻る。いや、冗談だろ。どうも、エイトブリッジの BNP ベップちゃんです。ベップツー始まりました。今日もやっていきましょう。角川漫画学習シリーズベキちゃん TV。 はい、ということで今日もね、楽しくやってまいりましょう。皆さんも一緒に勉強に励んで頑張りましょう。ちなみにベップちゃん、はい、前回まで日本の偉人を呼んでたんですけれども、はいはい、今回外国の偉人を呼んでます。おお、外国の偉人さん、はいはい、外国の偉人さんで名前知ってる人とかいますか？外国の偉人さんで名前知ってる、いや結構いますよ。それこそあれ何ですっけ、外国だとあれ全く出てこない。いや、まあそれでは早速今日のゲスト、あ、はい、今日のゲストの方はこちらの方です。どうぞー。はっ、いやー、おこんにちは、ローマからやってきました。はい、誰かわかります？はいはいはい、いや正直この格好を見たらわかります。あの、テルマエローマエ、おー、そうですよね、ローマ帝国の人ですよね。テルマさんですよね、多分。あ、私ですね、はい、ユリウス・カエサルと申します。え、ユリウス、はいはいはい、ユリウスは聞いたことあります。おー、うわ、ある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 、ありますあります。よかった、せっかくなんでね、はい、私のことをじゃあ知っていただけたらなと思って。知りたいです。ちなみに私は何をしたと思いますか？いや、だから多分ローマ帝国を築き上げて、うん、ローマを発達させてた方なのかなぐらいの。でも間違ってはないです。あ、本当ですか？はい、あ、嬉しい。私はですね、政治に違うよっていう口を出してた人間でございます、簡単に言うと。あー、なるほど。え、口出しの人ってことは結構なんか嫌なタイプですか？いや、あの、平民の皆さんの不明不平不満ですから。あー、市民のってことですね。そうです、そうです。市民の代表みたいな。まあそんな感じですね。あ、めっちゃいい人じゃないですか。そうです。ちなみになんですけども、はい、ドイツ語でカイザー、カイザー、ロシア語でツァーリっていう言葉があるんですけども、はい、ツァーリ、ツァーリっていう、それは皇帝を意味する言葉なんですね。あ、そうなんですか。あ、カイザー、なるほどなるほど。あとエンペラーとか。あ、エンペラー、皇帝、はい、はいはい、これは皇帝なんですけども、私の名前が由来になってるんですよ。語源がここなんですよ。あ、そうなんですか。この漫画の第3巻の15ページ、はい、世界の歴史の方の3巻の15ページに、こちらの、はいはい、あなたは戦いに勝利した軍司令官に与えられるインペラトルの称号を晩年には絶えず帯びるようになりましたよね。後にその言葉は皇帝を意味するエンペラーの語源になったんですよ。ちなみにベップちゃんはお誕生日いつですか？はい、僕は7月の9ですね。おお、英語で7月ってなんて言います？英語で7月、いやー参ったなジャンヌアリー、フェブラリー、マーチ、あ、ジュライ。おー、あー出てきた、ありがとうございます。ジュライ、ジュライですね、はい、ジュライって、まあ、7月なんですけども、はい、このジュライも、はい、私の名前か語源なんですよ。すごくないですか。じゃあもうユリウスさんってともさまなんですけども、はい、1年って何日ですか？365日。あ、そうです、365日、はい、それを私が決めたんですよ。365日って決めたんですか？決めたんです、ユリウスさんが。私です。うわ、ちょっと冗談でしょ。本当ですか？本当です、本当です。すごいっすね。そうなんです、だから私の名前でユリウス歴っていうのができてるんですよ。あー、そうなんすか。まあちょっと今回はですね、はい、せっかく私この令和の時代に参りましたので、はいはい、ベップちゃんに私の人生、これまでの人生を知ってほしいと思いまして、はい、あー、知りたいです、知りたいです、はい、ゲームを用意しました。まあちょっと題しまして、はい、独裁官カエサルになりけ人生体験ゲーム、おお、人生体験ゲーム、はい、レキちゃん TV、 はい、ということで、はい、早速ルールを説明していきたいと思います。お願いします。はい、まずですね、私たちのこの足元にある、はい、この私の人生が書いてある紙を用意しました。ここにですね、サイコロがありますと、はい、これを転がして、はい、出た目の数だけ進めるという、はい、あー、なるほど、はい、で止まったマスに書いてある私の体験談がありますので、はい、に従ってくださいと。先にゴールにたどり着いた方が勝ちですということ、はい、ちなみになんですけども、はい、サイは投げられたという私の言葉があるんですね。うわ、知ってますね。知ってますか？いや、めっちゃなんか聞いたことありますよ、サイは投げられたって。漫画にも実は書いてますんで、さっきの3巻の方を、はい、あ、3巻の、はいはいはい、書いてますね、この、はいはいはい、有名な
白湯は投げられたというセリフは、うん、はい、スウェットニュースによる高台の著作に登場するんですね、はい、なんで実際は言ったか言われてないかっていうのはこの漫画にも書いてないですね。あ、そうなんですね。ゆきちゃん、白湯は投げられたの、白湯って意味わかります？いや、だから僕、才って意味が、そう、才能の才、なんかそう、そう思ってましたね。それこそその前は、まあ本当単純に才は投げられた、本当サイコロみたいなイメージでしたけどね。才は投げられたみたいな。それです。え、これ才がサイコロです。あ、そうなんすか。はい、なんだ。じゃあ元々が良かったんですね。そうです、そうです。だから今回私たちはサイコロ、スゴロクを言っていこうと思った。なるほど、なるほど。あ、そっから来てるんですね。はい、そうです。まあね、ちょっと早速やっていきましょう。はい、あ、お願いします。では、いきますね。いきます。ほっ、あ、出ました。2ですね。2でございます。さあ、それでは進んでください。はい、1、2。はい、何も置いてないマスもあります。なるほど。はい、それでは、いや、あ、出ました。では3ですね。はい、2、3。何もないところですね。何もないところです。ここだけリード。はい、じゃあいきます。それ、あ、来た。3だ。来た来た。3 1、2、3。あ、やった。白い紙が置いてあります、はい、これめくっていいんですか？どうぞ。はい、じゃあ何を学べるか、こちらでございます。はい。今すぐ戻る。え、こういうのもあるんですか？あります。なんだ。あ、私の人生試練だらけでございます。いいですね。すごいですね。あ、1だ。1出ました。ということは1ですね。ってことはここからなんで、あ、やった、めくれる。お願いします。はい、めくれます。いきますね、こちらでございます。はい、こちら、はい、剣闘士のショーを開催。おもちゃの剣で一本勝負、勝ったら3マス進むのミニゲームみたいな。まずこの剣闘士のショーなんですけども、はい、平民たちのために娯楽を用意しまして、はい、ああ、なるほど、はい、それで剣闘士のショーをですね、はい、繰り広げてもらったわけですよ。ああ、なるほど、なるほど。そういうなんかイベントを起こしたんですね。そうです。ああ、なのでちょっと今回は私たちで剣闘士のショーをやってみようかなと。本当ですか？はい、お願いします。ああ、白羽取りですか？それです。なるほど。いけます？わー、ちょっとなんか怖い。よし、これをキャッチをしてください。はい、いきますよ。はい。まだ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 、くっそ。ほら、いきますよ。あー、あー、惜しいな。惜しいな。はい、ということで私がこう振り切らせていただきました。あー、いやいやいや、3マスですので、この場で終わりということですね。終わりですね、負けたんで僕。はい、はい、あー、2ですね。はい、2歩進む。はい、こちらですね。お、めくれる。やった。では、めくります。こちら、はい、ユリウス歴を作る。1分間を体感で言い当てる。ほいほい。1秒差以内だったらセーフ、違ったら電気ビリビリ。あー、これはすごいのが出たな。まあ、先ほど言ったね、このユリウス歴っていうのは私が作ったので。はいはい、あ、さっき言ったその365日ってことですよね。そうです。はい、よーい、スタート。これね、1分間は難しいだろうな。だからあと自分のね、1、2の秒数もね、この間が難しいですよね。これでも、もしかしてあんまり喋んない方がいいですかね。なんか僕は途中で分かんなくなるんですよね。あれ1分何秒だっけなみたいな、50だっけ60秒だっけみたいな、なんかテンパりますよね。負けたら電気ビリビリですよね。1分1分8秒43。うおー、あー、残念。いきます。あー、おお、はい、行きました今。どうでしょう。あ、痛そうだな。行きましょう。はい、はい、わー、4。いただきました。結構進みますね、4出ました。はい、ここだったから。はい、そうです。1、2、3。お、めくれる。こちら、はい、何でしょう。1マス進む。
よーやったー、見てた一マス戻る。おーやった 3! 3だ、3が出ましたってことは、1、2、3、なんだこれだわ、1マス戻るでしたね。よいしょ、お、3ですね、3が出ました。どこだっけ、そこです、そこです、ここですよね、はい、1、2、3。おー、やった、マスだ。なんだろう、ちょっと怖いかもしれない。なんでしょう、はい、5マス。あはははやったー、5マス戻る、うそー、イエーイ。ということは5。おー、髪、ちょうど髪が、すごい。こちら、敵対戦力をすべて減って独裁官になる。これどういうこと、敵対戦力をすべて、あ、すべて平等にしたってことですか。そうですね、その独裁官になりまして、独裁官となったカエサルはローマに帰還した。アフリカとエベリア半島に残っていた敵の残党は討伐した。これでローマの国内政治に集中できる、うん、まあでも言っても近いですかね、まだすぐそこですね、はい、来い。うわー、最悪だこれで、また1マス戻るんですね。さっきもこれでしたよね。なんだ、進まない感じです、進まないな、これ今度こそ。え、ちょっと待って、え、4、1、2、3、4。あ、めくる、うわー、いいな。はい、こちら、はい、クレオパトラとの結婚。え、え、あ、で、ミスさん、ちょっと、びっくりした。え、ちょっと待って、クレオパトラと結婚してるんですか。そうです。え、世界三大美女の。そう、よく知ってらっしゃる。いや、知ってました。え、え、そうなんだ、ユリウスってクレオパトラと結婚してたんですか。そうなんです、このクレオパトラという美人伝、はい、あ、はいはい、これですか。この人物伝の方に、はい、私が結婚したところがちょうど記載されてますので。あ、そうそう、書いてください、クレオパトラ。この戦いに勝てば必ず私はエジプトを守ると約束します。なるほど、なるほど、結婚です。よしよしよし、めくれてないのもありますから、はい、よしよし。いやー、待ってたよ、嘘だろ、一話進む。ということは、またこう、こう、いや、これ3回連続ですよ。全然動けないですよ、ここから。あの、足踏みされてるんですか。いや、そうですよ、足踏みですよ、これ行きましょう。お、2ですね、足踏みだ。そうですね、2マス戻るで、また一緒のところですね、はい。あ、出た、4だ。あ、こっか、クレオパトラですね。クレオパトラにいたから、はい、1、2、3。あ、やった、めくれてないやつですね。めくれてないやつだ、はい、めくりますね。やりました、いきます、じゃーん、ブルータス、お前もか、うん、暗殺によって命を落としたスタート地点に戻る。いや、冗談だろ、嘘。やったー、嘘、やだこれ。そうですね、このブルータスお前もかっていうのは、ね、あ、確かに、何ですかあれ。私が暗殺されるときにですね、はい、ブルータスっていうのは、まあ、仲間だと思ってたやつだったんですよ。おお、はいはい、仲間だと思ったんですけども、こいつに殺されちゃったわけですね。じゃあ裏切りみたいなことですか。そうです。ただですね、これ、今回のこの世界の歴史漫画にはですね、はい、載ってないんですよ。あ、載ってないんだ。この言葉自体は載ってなくて、はい、シェイクスピアという方によって広められた説があるみたいなことになりますね。まあ、なるほど、そういう説があると。ブルートゥースに見えますけどね。ブルートゥースね。ブルートゥース。ブルータス。おいしょー。三ですね。ということで、ゴール。あー、負けたー。レキちゃん TV。はい、ということで、いかがでした？いや、めちゃくちゃ勉強になりましたね。やっぱそのエンペラーとか、はい、そういう言葉がユリウスから来てるんだなっていうのも勉強になりましたし、またね、365日、実はその歴を作ったのもユリウスさん、はい、そうです。さらに僕がびっくりしたのは、やっぱクレオパトラと結婚してたっていうのが。そうなんですね、ちょっと、はい、私のね、人生まだまだありますので、ね、うん、ぜひ私が登場している角川漫画学習シリーズの世界の歴史、はい、ぜひ皆さんチェックしてください。はい、チェックしてください。無料で試し読みができるウェブサイト、読める場もございますので、うん、そちらも合わせてよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、うん、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。そして高評価もお願いします。Thank you.